イエンス・ケラーはドイツ・シュトゥットガルト出身の元サッカー選手であり、サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。1981年、VFL ・シュトゥットガルト番玄からキャリアをスタートさせ、1987年、VFB ・シュトゥットガルトのユースチームへ移籍。1989年には順調にトップチームに上がる。1990年11月。 ドイツ・ブンデスリーが一部のベルダー・ブレーメン戦に出場。1991から92シーズンは、チームはリーグ戦で優勝するが、自身は試合に出場することはなかった1992年夏、バイエルン・リーガの TSV1860 ミュンヘンと契約を結ぶ。ベルナー・ローラント監督の下、DF として20試合に出場し、1ゴールを決める。この年、優勝し、 入れ替え戦も制し、2部昇格。1993から94シーズン、2部リーグで23試合に出場。同シーズンを3位で終え、ドイツ分で3が1部に昇格を果たす。TSV1860 ミュンヘンにさらに1年半プレーするが、5試合の出場にとどまる。同チームで通算48試合出場のほか、DFB ポカールに2試合出場。 1995から96シーズンのウィンターブレイク時、ドイツブンデスリーが2部の広角圏にいた VFL ボルフスブルクに移籍。レギュラーを勝ち取り、1996から97シーズンにおいてビリー・ライマン監督の下、2位でドイツブンデスリーが1部への昇格を決める。クラブ創設以来、初めてブンデスリーが1部で戦うことになった。 VFL ボルフスブルクのレギュラーとして活躍していたが、ブンデスリーが一部での1シーズンのみを終え、30万、マルクの違約金で1998年、VFB シュトットガルトに移籍。ここでの2シーズンをレギュラーとしてプレーした。1998から99シーズン開催、UEFA カップのフェーエノールト戦で1から3で、敗戦した後のアウェー戦3から0での勝利。 および延長の後敗れたクラブブルフヘセンの4試合が、ここでのピークであった。シュトットガルトで2シーズンを終え、2000から01シーズンに向けて75万マルクの、医薬金で1、FC ケルンに移籍。2002年7月、ビリー・ライマンが監督をしていた、ブンデスリーガ2部のアイントラハとフランクフルトに移籍。ビリー・ライマンにより、キャプテンに任命される。33試合に出場し、 ブンデスリーガ2部で3位につけ、ブンデスリーガに昇格。翌シーズンの初め、膝軟骨を損傷し残りシーズンは出場できず、またチームも2部に降格する。フリーートヘルム・フンケルシン監督のもとでもキャプテンであり、2004から05シーズンの第4節からは、コンディションも良くなり、ウィンターブレイクまで全試合プレイした。シーズン前のキャンプで怪我をした足首が当初より、 重症であることが検査により判明し、2005年1月の手術は避けられる状況ではなかった。右与曲折の後、最小格を確実にしたチームにシーズン終わりに戻ってきた。選手としての契約は延長されず、引退後にアイントラハとフランクフルと残る、継続的契約は適した役職が見つからず、10万ユーロの保証金を支払う形で破棄された。 その後指導者になるため、資格を取得。2008から09シーズン、VFB シュトゥットガルトの U-19、U-18 の監督に就任。2009年12月6日、マルクス・バッペールの後を引き継いだクリスティアン・グロスの下で、トップチームのコーチに就任。ドイツ分で3が一部で15位に沈んでいたチームを6位に導き、 UEFA ヨーロッパリーグの出場権を獲得する。2010年10月、シーズン7試合を残し、再開からの巻き返しを図るトップチームの監督に就任。2012から13シーズン、FC シャルケレイオンの U-17、U-16 の監督に就任。2012年12月16日、トップチームの監督に就任。チームは4位でシーズンを終え。 UEFA チャンピオンズリーグ予選の参加資格を得た。シーズン終了で満了となる契約は2013年5月2年の延長が発表された。UEFA チャンピオンズリーグの予選ラウンドでポック、テッサロニキに勝ち切り、最終的にラウンド16まで勝ち上がった。ブンデスリーガの2013から14シーズンを3位で終え、グループリーグへの参加が確定した。 2016から17シーズン、アンドレ・ホーフ・シュナイダーから1、FC ・ウニオン・ベルリンのセカンドチームを引き継ぎ、4位になった。暫定監督になっていたロベルト・ペッツォルトの公認として、ブンデスリーが2部で最下位にいた同チームの監督に2018から19、シーズン終了までの契約で、2018年12月2日に就任した。2019年11月13日、 ブンデスリーが2部に降格していた 1FC ニュルンベルクの監督に就任した。その時チームは2019から20シーズンの第13節が終わって、勝ち点14、リーグ14位につけ、そしてそれ以前に DFB ポカールで3部リーグの 1FC、カイザースラウテルンに敗北を期していた。人気は2021年6月30日まで。ありがとうございます。